ここは虎ノ門のイタリアンレストランコモードです。今年春にオープンしたばっかりのイタリアン、今日私がここを訪ねてきたのは、こちらのお店が杉田洋平さんという画家さんがプロデュースしたお店だからです。見てください。まずこちらの窓に描かれているカラフルな絵、こちらがまさに杉田洋平さんのアートなんです。外からでも楽しめるようにという作りになっています。中に入ってみると、中からまた色が変わってとっても綺麗です。店内には額にアクリルに入ったお花の絵が飾られています。厚塗りで色もカラフル、とても楽しい気分でお食事を楽しめます。